紹介いたします。関越艦は第37普通科連隊長を兼ねて篠田山駐屯地令三浦茂一等陸佐です。ただいまから篠田山駐屯地創立66周年記念観閲式を挙行いたします。観閲艦登壇。観閲艦に対し敬礼。敬礼。
あ、じゃあ上を置いて見やすいね。皆様ご着席ください。
これちょっと入れさせてな。舞台やってません。本日ここに地元出水市市長辻博道様、和歌山県知事岸本周平様、衆議院議員遠藤隆様、衆議院議員森山博之様、参議院議員浅田仁志様、衆議院議員青柳仁志様、篠田山自衛隊協力会会長深坂義孝様をはじめとして、その他部内外から多数のご臨席を賜り、篠田山駐屯地創立66周年記念行事を挙行できますことは、駐屯地司令として喜びに堪えないところであります。いまだ新型コロナウイルスとの戦いが続く中、4年ぶりの一般開放による地域の皆様のご来場、そして数多くのご来賓の方々にご臨席いただきましたことに深く感謝申し上げます。ここ篠田山駐屯地の歴史は、大正8年に陸軍野砲兵第4連隊が大阪城から移住してきたことに端を発します。終戦後、昭和32年に陸上自衛隊の部隊が配置されて以来、当駐屯地は地域の守り、南近畿の盾として66年間、戦前を含めると104年間もここ篠田の地に所在しています。長きにわたりこの地で活動を継続できることは、地域の皆様のご理解とご協力の賜物であり、改めて深く感謝申し上げます。さて、昨今の国際安全保障環境を見れば、ロシアのウクライナ侵略に代表されるように、世界がますます不確実性と複雑性を増しており、我が国周辺地域においても北朝鮮の度重なるミサイル発射、中国による現状変更の試みと予断を許さない状況が続いています。また各種自然災害、特に甚大な被害をもたらすと予想される南海トラフ巨大地震の可能性も高まっており、まさにいつ何が起きてもおかしくない時代となっている中、国民の皆様、地域の皆様の自衛隊に対する期待がこれまでになく高まっていることをひしひしと感じております。さて、隊員所管においては、このような情勢認識のもと、国家と国民を守る自衛隊の使命を改めて自覚してもらいたい。我々自衛官は、国家が最も困難な状況に陥ったときにその真価が問われることに依存では危険を顧みず、身をもって責務を完遂する覚悟を堅持し、有事即応の備えを万全なものにしなければならない。そのため我々はこれまで以上に日々の訓練に励み、技能を磨き、各種事態に応じた計画を立て、それを不断に見直す努力を怠ってはならない。我々篠田山駐屯部隊のかけがえのないふるさとである大阪和歌山の地と、その地域の皆様の生命財産を守り抜くことができるよう、全身全霊で職務に邁進せよ。ご来場の皆様、我々は歴代駐屯地司令をはじめとする諸先輩方が築き上げてきた輝かしい伝統を継承しつつ、地域と共にある明るく信頼される駐屯地を目指してまいります。新型コロナウイルスとの長い戦いもようやく終わりが見えてきました。今後は駐屯地行事のみならず、地域の行事や防災訓練等にも積極的に参画し、地域の皆様との協力関係を深化させることによって、我々自身の任務遂行能力も高めていく所存であります。我が国の平和と独立を守るという我々の任務は、国民の皆様の信頼なくしては立ち行きません。今後とも陸上自衛隊、そして篠田山駐屯地に対し、格別のご理解とご協力を賜りますよう重ねてお願い申し上げますとともに、本日ご臨席の来賓の方々をはじめ、ご来場いただきました皆様のご健勝とご多幸を記念し、式辞といたします。令和5年4月23日第37普通科連隊長兼ねて篠田山駐屯地司令、一等陸佐三浦茂。関越間講談、来賓祝辞。ご来賓の方々を代表いたしまして、ご祝辞を賜ります。
地元和泉市市長辻博道様お願いいたします。で皆様楽にしてください。おはようございます。ご紹介に預かりました和泉市長の辻でございます。春爛漫の心地よい季節となりました本日、陸上自衛隊篠田山駐屯地創立66周年記念式典が多くの皆様方のご来場いただき、このように盛大にまた厳粛に開催されましたことに心からお喜びを申し上げます。歴代の駐屯地司令はもとより三浦駐屯地司令をはじめ幹部の皆様方には的確な指導、そして篠田山自衛隊協力会並びに隊友会の皆様方の温かいご支援をいただき、37普通科連隊、私ども和泉市民が誇りとする菊水連隊は年々充実発展を遂げ、今や有名を馳せる精鋭部隊として確固たる地位を築かれておられますことに心から敬意を表する次第でございます。また篠田山駐屯地の皆様方には篠田山クロスカントリーなどの市の行事にお力をいただき、農業大会などを通じまして地域の方々との交流を深めていただくなど、大変地域交流にご理解いただいておりますことに地元市長として厚くお礼を申し上げます。今年の7月には全国の自衛隊並びに防衛施設が主催いたします自治体で構成する全国基地協議会と防衛施設周辺整備全国協議会の制服会長会議が20数年ぶりに和泉市で開催されることとなりました。多くの市町村長や関係者総勢50名がこの駐屯地を訪れることになります。その方々に篠田山駐屯地は素晴らしい、和泉市は素晴らしいところだと言っていただけるよう、私どももしっかりと努めてまいりますので、皆様方のご協力が賜りますようお願いを申し上げます。昨今の世界平和が非常に緊迫をした状態になります。先般も北朝鮮が弾道ミサイルを発射し、北海道周辺に J アラートが発出されました。そういう中にあって国民の自衛隊に対する期待が一層高まっております。どうか篠田山駐屯地の皆様方にはそのような期待にお応えいただきますよう、厳正な規律と強固な結束で、さらにこの篠田山駐屯地を盛り上げていただきたいというふうに思います。結びになりますが、陸上自衛隊篠田山駐屯地様のますますのご発展と、本日ご臨席いただきました皆様方のご健勝とご多幸を合わせてお祈り申し上げまして、お祝いの言葉とさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。ありがとうございました。続きまして和歌山県知事岸本周平様お願いいたします。楽にしてください。和歌山県知事の岸本周平です。本日は篠田山駐屯地の66周年記念行事がこのように盛大に開催されましたこと、和歌山県民を代表して心よりお喜び申し上げます。
東アジアの緊張した安全保障の状況の中で日頃の訓練をはじめとするレーダー指令をはじめとする隊員皆さんの勤務のご精霊に対して心より敬意を表します。そして南海トラフ大地震あるいは台風災害等に備えて和歌山県の危機管理部門とそしてこちらの皆様との協力体制をしっかりと取らせていただいて地域住民の命と暮らしを守るその使命をもう一度かみしめながら心から本日のご盛会お喜びを申し上げましてお祝いのメッセージといたします。本日はおめでとうございました。ありがとうございました。続きまして、篠田山自衛隊協力会会長、深坂義隆様、お願いいたします。休んでください。ご紹介まりました。本年4月より会長を拝命いたしました篠田山自衛隊協力会会長の深坂でございます。協力会を代表いたしまして一言ご挨拶申し上げます。本日若葉薫この晴天のもと篠田山駐屯地創立66周年記念行事が厳かに執り行うこと誠におめでとうございます。さてここ数年間コロナ感染症対策により行事式典の縮小や中止もやめない状況にありましたが本日こうして皆様の有志を拝見することができましたことは非常に嬉しく心強く感じるところであります。また協力諸団体一同お招きをいただき誠にありがとうございます。心からの感謝と激励の意を表するところであります。現在我々日本国民が平和な生活を過ごすことができているのは我が国の平和と独立を守るという使命を自覚し日夜黙々と訓練に励み今日の篠田山自衛隊の礎となられました歴代司令並びに元自衛官の皆様に敬意を表すとともに感謝申し上げます。さて昨今我が国を取り巻く安全保障環境は様々な安全保障の課題や不安定要因がより顕在化、先鋭化してきており一層厳しさを増しております。特にロシアによるウクライナの侵略や他国による領土領海侵犯をめぐる問題は我が国にとって看過できない問題であります。さらには近年多発している自然災害における災害派遣救援活動と幅広い任務を遂行しなければならない状況です。さて所管は自衛官としての名誉ある使命に深く思い出し高い誇りを持ち日夜訓練に励み多様化する任務の遂行に身をもって責務を完遂され国民の負託に応える立派な役割を果たされています。私ども篠田山自衛隊協力会諸団体は常に所管を見守り応援してまいります。さらに連携を重ね盛況盛栄な篠田山駐屯地菊水連隊として躍進されることをご期待申し上げます。結びに第37普通科連隊篠田山駐屯地のますますのご流星を願うとともに三浦司令をはじめ機関隊員の所管諸君さらにご来用の皆様の末永き保健師匠ご多幸をお祈り申し上げ祝辞とします。本日は誠におめでとうございます。ありがとうございました。舞台整列休め本日ご来場いただきました国会議員の方々に一言ずつ
ご挨拶を賜ります。衆議院議員遠藤隆様、お願いいたします。皆様おはようございます。ご紹介賜りました遠藤隆でございます。先ほど来より来賓、また自衛隊協力会の会長様からもございました。今まさに日本、世界は混沌とした中での状況の中で、日々研鑽に次ぎ自衛官の皆様方の兵士との訓練の成果、そういったものが今国民の中からでも信頼を得ています。先般浜田靖一防衛大臣とこれからの日本の防衛の在り方、そして自衛の在り方、そういった議論をいたしましたところ、一番気にしているのは世界情勢、緊迫したこの情勢だけではないんだと、そうおっしゃっておりました。それは何かと申し上げますと、これだけ日本国民に信頼される皆様方、自衛官、一般のこれから自衛官になろうと、そして日本の礎に、そして安全安心を担保できる自衛官になろうと、そう思っていただける日本国民が少ないんだということを懸念をされておりました。自衛隊協力会、隊友会、お支えいただいている諸団体に心から敬意を申し上げますとともに、一方で我々一国民として皆様方の支えとなる同志を作っていく、これが我々一国民と我々政治家も共に今の状況を回復させる、いくら信頼があっても仲間がなくては国の安心安全を担保することができません。どうか本日ご参加の皆様方も一緒になって自衛官の皆様方の思いに応えるべく、これからの将来の安全安心、日本の安全、ただ単に大災害に向けた自衛官だけではないんだ、そういう思いを肝に銘じて、我々も一緒にこの状況を打破する、いかなる場合でも対応できる、そんな環境を整えてまいりたいと思っております。本日も66周年記念式典、また明日から鍛錬を積んでいただいて、我々も全力で支えてまいりますので、どうかよろしくお願い申し上げます。本日は誠におめでとうございます。ありがとうございました。続きまして衆議院議員森山裕之様、お願いいたします。ご紹介いただきました衆議院議員堺の森山裕之でございます。今日は66周年誠におめでとうございます。またこの4年間一般の皆さんの来場ができなかったという中で、このいい天気の中で多くの皆さんにご参加をいただいていること、誠に喜ばしい、おめでとうございます。私災害を担当しておりまして、多くの災害、また国の守り、そのための備え、訓練、そのために施設や整備、また自衛隊員の皆さんの待遇といった部分についてもしっかり光を当てなければならないと、そんなふうに考えております。どうしても防衛費というと新しい兵器の方が派手ですから、そちらの方に意識が行きがちですけれども、皆さんが日々しっかりと活動ができるように支えをしていかなければならない、そんなふうにも考えております。それは地域の皆さんともしっかり信頼関係をつないでいただいて、
我々もバックアップをしていく中で実現をしていきたいと思います。本年もどうぞよろしくお願いします。本日はおめでとうございます。ありがとうございました。続きまして参議院議員浅田ひとし様お願いいたします。皆さんおはようございます。ただいまご紹介いただきました参議院議員の浅田仁でございます。本日は篠山駐屯地創設66周年、誠におめでとうございます。私どもはこの大阪で誕生した旧陸軍大村益次郎卿を先頭に大阪にまずできたのがこの近代日本の軍隊であります。その伝統を引き継がれてここに皆様方毎日ご精霊くださり国民、府民、市民を守るため死力を尽くしていただくそういうお姿に心から敬意を表しまた感謝の意を表したいと思います。そして先ごろ宮古島沖で消息を絶ちそしてお亡くなりになりなられました第8師団の皆様方に心から哀悼の意を表しそして今なお行方不明の方々の一日も早いご帰還を期待するところでございます。さて3年前から、我が国におきましてはコロナ禍そのコロナ禍の、ワクチン接種ですねこの方面で第一線に立っていただきました。またその最中北朝鮮からのミサイル発射ウクライナ戦争もろもろの世界情勢の中にあって私たち日本国民が安心して生活できるそういう基盤を支えてくださっているのが皆様方でございます。ここに改めて皆様方に敬意を表しますとともにこれからも日本国民そして地元の皆さんの安心安全の拠り所としてますますご活躍されますことを心よりご祈念申し上げまして私からのご挨拶をさせていただきます。これからもどうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。ありがとうございました。続きまして衆議院議員青柳仁志様お願いいたします。皆さんおはようございます。ただいまご紹介いただきました衆議院議員の青柳仁志です。本日は66周年ご盛会誠におめでとうございます。日本は今中国、ロシア、北朝鮮とさまざまな脅威にさらされているというふうに認識しております。また世界情勢を見れば最近スーダンでまた内戦が起きているとミャンマーでも軍事政権がありまたウクライナの問題も片付きそうにない状況にあるという中にあって日本としてしっかりとしたですね、国を守る力を持つということはこれは非常に重要なことであると誰もが思っているところであります。そういった中で日々訓練されまたこうしてですね、今日たくさんの方お集まりの通り地元をはじめ皆さんに愛されるこういう自衛隊というものが存在がまさに我々のですね、この国を守る力またこの外交交渉の中でも有利に進めていくための力としてですね、非常に大きな意味を持っているということを日々国会議員として仕事をしていて痛感しております。我々もそんな価値のあるこの自衛隊の皆様とともにですね、しっかりとした憲法をはじめ法制度上でのしっかりとした位置づけやまた訓練また活動しやすい環境づくり予算や法案そういったものを含めたですね、形でしっかり一緒にですね、この国を守っていくそういう仕事を皆さんとともに進めていきたいと思っております。皆様の日々のですね、活動とそしてその存在の尊さに私から尊敬の念を申し上げて私からのご挨拶とさせていただきたいと思います。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございました。来賓紹介。続きまして、本日ご来場いただきましたご来賓の方々をご紹介いたします。ご本命をお呼びいたしますので、その場にご起立をお願いいたします。参議院議員松川るい様代理秘書秋山真美様。衆議院議員馬場信之様代理秘書山口剛様。衆議院議員伊藤信久様代理秘書船富則夫様。岸和田市長長野光平様。泉大津市長南出健一様。貝塚市長酒井亮様。河内長野市長島田智明様。正解は、おめでとうございます。田尻町長栗山義政様。河南町長森田翔吾様。日高町長松本修司様。由良町長山名実様。稲美町長日浦克美様。高井市長代理副市長島田森明様。三重県三崎町長代理副町長中口森吉様。はい、田辺市長代理副市長木村照政様。広川町長代理副町長中平光則様。千早赤坂村村長代理危機管理課参事阿部博士様。大阪府議会議長森和富様。ありがとうございます。大阪府議会議員大橋和則様。やめろや。大阪府議会議員柿見大志郎様。大阪府議会議員杉本太平様。ありがとうございます。大阪府議会議員松並武久様。すいません、降ります。大阪府議会議員西本総一様。大阪府議会議員津田明様。すごいやり、ごめんなさいって言って。大阪府議会議員石村光様。ありがとうございます。
大阪府議会議員前田信美様。大阪府議会議員中谷やすみ様代理秘書三藤純子様。第5管区海上保安部基地長浜田哲郎様。大阪府議会議員中川明人様代理細井明様。来賓紹介だからちょうどいい。和歌山県警察本部本部長代理機動隊長森田清元様。大阪府自衛隊家族会会長松永信夫様。大阪府自衛隊家族会名誉会長福岡彩子様。大阪府探友会会長早川清様。和歌山県防衛協会会長尾崎武久様。和歌山県自衛隊家族会会長横谷隼様。はい、関西防衛を支える会会長松田清様。篠田山自衛隊協力会相談役上野浩二様。篠田山自衛隊協力会会長代行兼貝塚支部長川崎正文様。篠田山自衛隊協力会副会長兼忠岡支部長前田博夫様。篠田山自衛隊協力会副会長兼酒井絆支部長野口雅也様。篠田山自衛隊協力会副会長兼岸和田支部長岡本蓮太郎様。篠田山自衛隊協力会泉佐野支部長南都義久様。篠田山自衛隊協力会篠田菊水支部長市川豊様。訓練ご苦労様です。篠田山自衛隊協力会新和支部長岸田正也様。和歌山県太友会会長代理今津俊一様。篠田山自衛隊協賛小栗会会長代理梶原智之様。篠田山駐屯地を応援する和歌山の会会長野井和重様。大阪防衛協会青年部会会長辻照也様。菊水連大会会長西山昇様。予備自衛官三七会会長三好仁様。おめでとうございます。大阪交友会会長加藤博樹様。
大阪護国神社宮司藤江正常様。自衛隊協力大阪連絡協議会会長代理事務局長近藤力也様。第21代篠田山駐屯地司令三好英二様。第25代篠田山駐屯地司令柴田昭一様。第26代篠田山駐屯地司令大場秀明様。第27代篠田山駐屯地司令古庄真嗣様。近畿中部防衛局長諸隼人防衛事務官。自衛隊和歌山地方協力本部長囲い県旗一等陸佐。自衛隊滋賀地方協力本部長浅田県一等陸佐。自衛隊奈良地方協力本部長広瀬和樹防衛事務官。自衛隊大阪地方協力本部長代理副本部長小場正和防衛事務官。阪神基地大司令代理副長森安優一等海佐。その他観光庁の長市議会町議会議員協力諸団体の方々など多数のご臨席をいただいておりますが、時間の都合上ご紹介を割愛させていただきます。皆様本日はご来場ありがとうございます。次に本日篠田山駐屯地創立66周年にあたり駐屯地司令から感謝状を贈呈させていただきました方々をご紹介いたします。受賞された方々はその場にご起立をお願いいたします。感謝状を受賞されました方々に盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございました。ご着席ください。祝電披露。祝電を披露いたします。篠田山駐屯地創立66周年記念行事のご盛会を祝し、関係各位のご尽力に敬意と感謝申し上げますとともに、木駐屯地のますますのご発展と本日ご参集の皆様のご健勝ご多幸をお祈り申し上げます。衆議院議員二階俊博様、その他同趣旨の祝電を多数いただいておりますが、お時間の都合上ご芳名のみ紹介させていただきます。衆議院議員北川和夫様、参議院議員鶴穂陽介様、参議院議員世耕弘成様、衆議院議員石田正俊様、参議院議員佐藤正久様、参議院議員石川博隆様、衆議院議員馬場信之様、衆議院議員遠藤隆様、衆議院議員浦野康人様、参議院議員太田夫妻様、参議院議員
次佐竹様、参議院議員東徹様、衆議院議員森山博之様、衆議院議員谷川信様、参議院議員松川るい様、参議院議員浅田仁志様、参議院議員高木香織様、衆議院議員伊藤信久様、第三師団長佐藤誠陸将、このほかさらに多数の祝電をいただいておりますが、頂戴いただきました祝電につきましては厚生センター中央フロアにおいて掲示紹介させていただきます。以上で祝電披露を終わります。舞台気をつけ。関越更新準備。